ちょっとこうボーリングの球のように、まあそうですね、それだけでやっぱりレフリーちょっとカウント止めちゃうかもしれない、ね、なんと目立ちまくる迫力ある映像をお楽しみいただいています。うわ、そして宮脇フィッシャーマンズバスト、なんか成長しましたね、パワーでもすごいですね。ああでもこれが危険は隣り合わせです。桜庭マジックとでも言うようなサブミッション締め技、これがあるんですね。ちょっとこうもうヘッドロックにも近いような体勢から後ろを取ってくる、ジェドにベースありという宮脇腕ひしぎ逆十字固め、2人の攻防、桜庭から取るなんてことがあったらそうですね、これも大変です。今度は足だ、挟み込んで、さあクロスヒールの体勢、宮脇苦悶の表情、天井カメラ捉える中バットを叩いた。やっぱり上から撮ると綺麗に見えますね。井上ヒカル記者、これが見たかった。そうですよね、あの時のリクエストは足音にでしたけれども、はい、でしたけどもちょっと違いますけど、でも今のが分かりやすいですよね、はい、横から見たんではそういう4の字かなんか分からないですからね、違う、確かに、はい、上から見てからなるほどっていうのが思いますよね。そんな迫力ある絵面もですね、桜庭和志が見せてくれた。杉浦と握手を交わします、2人は杉浦軍。いや、内容自体は斉藤選手、はい、いかがでしたか。そうですね、なんかちょっと楽しい場面もありながら厳しい攻めもところどころ見えてるんですね。あ、はいはい、桜庭選手はさすがですね。さすがですね、決めるとか決めますね。あ、ニアファンキー、お見せますね今日は。そうですね、今日解説の斉藤敦俊選手はジェラシーを燃やすという場面もありました。ちょっとやきもち焼いちゃいますよね。ヨマ選手にぜひ一言。はい、もういないからと思ってですね、本当に。